この動画を見ている君たち、私からの三つの願いを、聞いてくれ。一つは、テレビ、パソコン、またはケーブル、インターネットにつないでいるテレビを見ているみんな、部屋を明るくして、テレビ、あるいはパソコンに離れて見てくれ。スマホ、タブレットを見ている君、後ろの壁を使って、スマホとタブレットを置くか、スタンドを使って立てさせるか、みんなが見やすいような環境にしなさい。まあ、一も参考にして、そんな風に見なさい。そして、仕事もせずに、YouTube で稼いでる YouTuber は、なるべく仕事をしなさい。バイトもパートもいいから、とりあえず外で働きなさい。では私のお願いを全部聞いたら、動画を楽しく見よう。さあバタのチャンネル始まるぞ。そんじゃん、今日は何のおもちゃがレビューするだろうか。さあ早速始まりましょう。バタの動画、イエーイ。皆さんこんばんは、バタでーす。今日なんですけども、まあ、このリカちゃんの着せ替え人形です。なので、まあでもさ、この前のこのリカちゃんの初レビューちょっとドキドキしとったな。今日は、服なもんで、これを、着せ替えてレビューしたいと思います。ってわけで、今日は、これだ。リカちゃん、不思議の国のパーティー。まあこれね、洋服シリーズの、不思議の国のパーティーです。まあ、なんか可愛らしい、服装だな。これじゃ、靴下と、靴と、なんとふわふわうさぎがついている。って言うんです。まあ、確か、カチューシャがついてるな。うさぎっぽいやつ。さあ、そろそろ、開けてみましょう。開け方が、ここかな。あ、テープ。いつものテープが貼ってありますね。ここを取って、あと、ここも、このテープを取れば、あ、開かないな。まだ、開いてねえか。よし、ちょっと、やばいな、これ。ちょっと開けにくいな。よっ。よし、開いた。取り出せば、はい。おお、これ可愛らしい服だな、本当に。お、こんな風になっとるんか。なんかハンガーの代わりですね。さっきの福袋の、プレゼントの、
の紙が入ってないね、その代わり。じゃあこの洋服を着させたいんだけども、ちょっとこのリカちゃんだったらちょっと髪がな、の縛っているんだけども、ほどくとなんかこれハゲちゃうもんで、ちょっとこのリカちゃんじゃなくて、で、あのリカちゃんで使います。これ。このリカちゃんで使います。そんじゃあ着させてみましょう。このリカちゃんで。じゃあ、今着させてやりまーす。じゃあ、お着替え終わりました。おー、これが不思議の国のパーティーですね。わあ、かわいいなあ。そんじゃあ、この洋服をレビューしていきます。まず、白いバラがついてますね。あと、この金の、のネックレスがあります。まあ、これは素材はプラスチックだけども。まあ、服が、ドレス、ホリエス、エステル、ほか、って書いてますね。まあ、スカートのところに、ハート、クローバー、ダイヤ、スペードの模様がついてます。まあ、よう見ると、白と水色の、しましまの、の服装ですね。靴下は普通で、靴が黒いのになっています。普通に履けれる靴で、まあこれがうさぎっぽい服装に、うさぎっぽいカチューシャですね。まあこれがホリプロピレン。まあ、リカちゃんと、どれだ。リカちゃんと同じ素材かな。まあ、よう言うと。なんと、このリカ、この洋服には、なんと、ウサギがついていました。ウサギの外見は、ライノンで、って作っ、外見、外のところは、ライノンです。まあ、ライノンって言うと、シルバニアファミリーの人形とか、あと、服にも使う、服や、カバンにも、ついているのがありますので、まあ、このうさぎちゃんが、は、これで再現しとるだろうね。もこもこのやつ。でも中身が、塩化ビニールです。まあ、でも、触ると、硬いね。まあ、僕が多分このうさぎちゃん柔らかいなぁとも思ったんですけれども、触ると硬いですね。まあリカちゃんとちょっと触る、このうさぎちゃんと、はい、こんな風にだうさぎちゃんと抱っこしました。あー、でも髪がよう触るとボッサボサになっちゃったな。これおまけなんだけども、このリカちゃんなんですけども、これは、実はというと、これです。ハンカチで作るリカちゃん洋服ブックです。まあ、これもレビューっていうよりも、この簡単な、この
ハンカチ巻き巻きドレス、ドレスをやってみようかなと思います。このハンカチで作る、リカちゃんお洋服ボックスについたリカちゃんです。まあでも、ハンカチなんだけども、僕男の子だもんで、このハンカチでやります。では早速、やっていきたいと思います。じゃあ、このハンカチを、パラッと開いて、まあ、このリカちゃんを万歳をやって、まずここをねじって、両方ねじって、そんじゃあ次が、クロスして、クロスってどんな風だ？ようわからん。ここのところをクロスすれば、クロスして、最後は、間違えたな。じゃあ、まずはクロスして、で、まあ、これ、着せ替え実況動画になっちゃ、なったな。ここを、クロス。そして、最後に、入れるのはいいんだけども。ああ、ちょっとこれ、長いな。このハンカチだと。そんじゃあどうしような。まあ、別にいいけども。はい。着せ替え完了。まあ、これドレス巻き、ハンカチ巻き巻きドレス。まあ、ちょっと簡単だけども、簡単だもんな、だけども、でも、こんがるところもあるもんな。僕の場合は。まあ、こんな風に、になりますね。まあ。まあでもいいね。このハンカチ巻き巻きドレス。まあでも男の子だもんで、僕。まあ、こんな、この模様だもんでね。似合うかな？このドレスに。女の子が、さあ。まあ、ようわからんけどもな。あ、そうだな。この靴がさ、黒い靴なんですけども、舐めると、なんか苦いらしいもんで、これ舐めてみたら、本当に苦かったです。まあ、なぜなら、というと、お子さんが、飲み込むのを防止するために、苦いやつをコーティングしたと思います。まあ、安全のために、そうしたんですけどね。あ、それよりも、今日の一言を言います。今日の一言は、これ。不思議の国って、どんな風だ？もしかして、アリス・イン・ワンダーランドの世界なのか？って、
あの、不思議の国のアリスっていうのが、の、あの、ディズニーの、の、映画があったんだけど、あったもんでさ、その、の、何年後の世界の、の、あれの世界だと思いました。まさか、リカちゃんまでも、まあ、あの、アリスみたいに、あの、大変な、な目に合うんか。はい。じゃあ、皆さん、今日の、あの、リカちゃんの、の、不思議な洋服の、あの、不思議な国の、の、パーティーはいかがだったでしょうか。もしよければ、チャンネル登録、高評価やコメントをお願いします。まあコメントにアリスのアリスみたいなリカちゃんだねとかがこのリカちゃんかわいいねでもいいし、あのハンカチちのハンカチ巻き巻きドレスのことも、もう、出してください。まあ、でも、もう、苦情とかは、やめてください。苦情のコメントはやめてください。それ来たら、ちょっと僕も消しますのでね、ちょっとそれで、嫌なことがありましたので、って、苦情のコメントだったら、消します。では、これで、バタの動画、今日のバタの動画終わります。じゃあ、また明日出そう。じゃなくて、また明日、バタでした。バイバーイ。バタのチャンネルは、毎日更新して、で、夜8時には、まあ、動画を公開します。日曜日だけは、雑談動画の一人で語りました。バカの日記をお出します。じゃあ皆さん、チャンネル、もしよければ、チャンネル登録してください。まあ、この動画の時は、ここの下のボタン、スマホを見ている時は、この下のボタンを押してください。まあ、パソコンの時は、まあ、自分の、もう、チャンネルの、もうページを開いて、それで、もう、チャンネル登録っていうボタンを押してください。まあ、あと、もう、先に、明日の出す動画の、もう前に、ツイッターで、ね、前日に、告知します。まあ、ツイッターも、もしよければツイッターも、もう見て、それでフォローもしてください。それじゃあ、次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、ここでもバタのチャンネルの動画を終わります。